帰りなさい。今日も一日お疲れ様でした。どんな一日でしたか？よかったらコメント欄に書いていってくださいね。そして今初めてこの動画にたどり着いてくださったあなた、見つけてくれてありがとうございます。シンガーソングライター志麻子と申します。富山県高岡市出身です。今現役22年目の活動をしております。毎日夜9時からこの番組やっておりますので、よかったら今日1曲聴いていってくださいませ。よろしくね。はい、昨日お話ししておりましたオートミールで、最近初めて買ってみたオートミールで、オートミールバナナクッキーを作ってみたという話だったんですけど、昨日の動画をね撮影している時はまだね、オーブンで焼いているところだったんですが、じゃん、焼けております。まあ、昨日だったので1日あね2つ食べたんですけどね。はい、こんな感じになってます。こんな感じですね。もうオートミールって本当はね、水をちょっと入れてチンするとご飯みたいに食べられたりするんですけど、ヨーグルトと混ぜて食べたりとかね、アイスと混ぜたりというか、そういったスイーツ系の食べ方もあれば、こうしてねおやつを作ることもできるということで YouTube で見て、しかも何が違うかっていうと、無添加でこうやってクッキーが作れるんですよね。小麦粉とかも使わないし、砂糖も使わなくて、他のものは使わない、この麦、オーツ麦のオートミールとバナナだけしか使ってないんですね。バナナを潰して、でオートミールと混ぜて、で焼くだけなんですね。で、私オーブンで160度でもう10分やって、15分やって、20分やってて、どんどんやったんですけど、もしかしたらもうちょっと温度高くてもよかったのかなと思って、まだ1回目試作品ということでね。こんな、もうね、バナナの匂いと、ちょっとコーンっぽい匂いがしますね、オートミールのね。じゃあ、いただきまーす。これが、もちろんバナナ味なんですけど、冷えると昨日よりも甘く感じますね。甘い、バナナの甘みと香りがすごいですね、バナナのね。で、このオートミールがですね、噛めば噛むほどみたいな、ちょっとね、噛み応えがある感じ。噛めば噛むほど味が出る、甘みが増すっていう感じで、ちょっとしっとり系ですね。トリマームよりも歯ごたえのあるしっとりした感じ。焼き方でもちょっと変わるのかもしれないですけどね。で、何が嬉しいかっていうと、バナナは食物繊維たっぷりですし、カリウムが豊富に入っているので、こう脂肪をね蓄えないようにする働きも多いですし、そしてオートミールが食物繊維、オートミールも食物繊維がすごく入って、タンパク質も入ってね、豊富なので、おやつだけど栄養満点なんですね。そして、もう余計なものが入ってないっていうのが、とっても美味しいです。すごい噛み応えがあるので、もう1個2個で結構ね、満腹感あります。飲み物と一緒にね、食べるとすごくいいですよ。作り方がね、結構オートミールとかクッキー、バナナクッキーとかってやると出てきますので、ぜひやってみてください。で、すごい忘れてたんですけど、
しまこ今日髪型が違います先にそれ言うべきでしたね。髪型が違います。こちらですね、欲しいものリストからプレゼントしていただいた、ありがとうございます、いただきまして、こちらですね、メッセージも添えられてまして、辛い時はその状況を楽しむこと、そういう自分を笑い飛ばすことですよ、といただいてます。こちらは、私が難聴を患ってしまった直後あたりにね、届いているものなんですね。辛い時はその状況を楽しむこと、そういう自分を笑い飛ばすことですよって、もう励ましのプレゼントだったかと思います。とってもその言葉に、ね、励まされました。ありがとうございます。どうですかどうですかありがとうございます。そんな風にね、今日この動画を撮っているのが5月20日なんですけど、ちょうどね、総合病院で低温難聴だっていうことが判明した日から丸1ヶ月になりました。もう一時はどうしようかな、この9時の島子を始めようと思っていた矢先のことだったので、ああ計画倒れになってしまおうかなと思っていたんですけど、でも逆にできる形でねやりたい、まだね公開はスタートしていなかったけれども、もうすでにね、7日分ぐらいはね動画制作してあったので、私の中ではもう始まってたんですよね。だから動画の中身を無理のなく今できる形で、どんな形でもいいから続けていこう、続けていきたいという気持ちでやっていたんですけれども、本当に日に日に思うのは、こうして家にねいながら動画を作り続けながら活動が続けられているっていうのは、こうして応援してくださっている方のおかげだなと思っています。この場をお借りしてファンクラブの皆様、メンバーシップという形で支えてくださっている皆様、ご支援いただいている皆様、本当にありがとうございます。では今夜ご案内する島子の世界、曲は空をお届けします。この歌はですね、2010年あたりに制作している歌だと記憶しているんですが、実家の裏庭でですね浮かんだ歌で、裏庭でサビが浮かんできたんですね。そしてそのまま裏庭で歌ってましたね。結構ソーラーって歌ってたと思うのね。ソーラーしかなかったかもな。ソーラーララララソーラーって歌ってたかもしれないけど、その浮かんですぐ感情を伴って歌えるっていうのは結構、結構感情入ってたので、その時ね歌詞はまだねソーラーとかしかなかったと思うんですけど、そんな曲はちょっと私の中では珍しいかな。ソーラーでもう、感情がもうそこに全部投入されてるみたいな感じでしたね。その後歌詞もできたんですけど、その歌詞のエピソードとしては、よくね同じ空の下とか空はつながっているよっていうフレーズってよくありますけれども、全然違うじゃんと思ったことがね、多かったんですよね。こっちは雨が降っているのにそっちは快晴、こっちは雪が降っているのにそっちは快晴、こっちは嵐なのにそっちは快晴みたいなね、その逆もありますけれども、なんかね会話をすると全然違う世界を生きているような気がして、とっても寂しくなったことがあったんですよね。全然つながってない、全然違う空を見てるじゃないかって思ってね、こんなに毎日違うものを見ていたら
心もね離れちゃうんじゃないかみたいなね、そんな風にも感じたかもしれないですね。遠くにいるあの人と同じ空を見ていない寂しさ、全然違うお天気や気候、そして肌に感じるもの、全然違うんだな、全然違うことを感じて生きてるんだなみたいな。だからね、せめて心の温度だけは同じであってほしいなっていう思い、同じでありますようにっていう思いから、もうこの空に託した私の思い、あなたもその空から私の思いのこの温度、私の思いのこの温度を受け取って、このぬくもりをそのままその空から受け取ってください。見ている空が違っても、いつも寄り添っているこの心の温度を感じていてくださいっていう、そんな思いでこの曲を、作り上げた記憶があります。この曲にはミュージックビデオがあるんですが、ショートバージョンでサビだけでかなり短いんですね。なので今回、しまこがね、この空が入っているアルバムから曲を取り出して、一番の歌詞だけでも見てもらえるように、その歌詞をしまこが作った映像に当てはめて制作したもの、その後にミュージックビデオを続けて流させていただきますので、しまこの世界、空、ぜひご堪能ください。それでは参りましょう。感じてください。いつも寄り添う心の温度。空いつも見舞う。
色感じていてね、山の向こうが薄紫、日が暮れる。おかえりなさい。いかがでしたか？ぜひコメント欄に書いていってくださいね。この空という曲はアルバムサンズスマイルに収録されております。しまこオンラインストアからお求めください。お待ちしております。概要欄にも貼ってありますので、そちらからお求めください。よろしくです。ではここからお知らせです。もうすぐになりますかね。29日夜9時はしまこの一般公開生ライブがあります。いつもはこちらプレミア公開で見ていただいておりますが、29日は生になりますので、ぜひ毎月29日この日は特別な日なので開けておいてくださいね。よろしくお願いします。そしてこちらしまこの部屋にはメンバーシップがあります。毎月11日と22日はメンバー限定の生ライブをやっております。おそらくこの動画が21日にアップされると思いますので、明日ですね、明日皆様メンバーシップライブです。22日、ぜひまだメンバーになられてない方はメンバーになっていただきまして、22日明日メンバーシップライブに来ていただけたら嬉しいです。日にち関係なくその日から1ヶ月になるので、何日に入っていただいても損得はないので、お気軽に入ってきてください。今からでも全然大丈夫です。明日のメンバーシップの生ライブお待ちしておりますね。それでは今日もしまこと一緒じゃんけんやっていきましょう。しまこの世界には勝ち負けはありません。うん。ね。勝ったら嬉しいけれど、負かしたことにもなるんですよね。なんかそれがどうも私の中でね、っていうのがあって、12年前ぐらいにね、みんなと楽しむ、何かをやりたくてカフェライブで考案したのがしまこと一緒じゃんけんだったんです。誰も負かしたくない誰にも勝ちたくないっていう風にね、思って、じゃあ一緒になって嬉しいじゃんでいいじゃんっていうことでしまこと一緒じゃんけんが生まれました。はい、もう12年目になるこのしまこと一緒じゃんけん、一緒に楽しくやってまいりましょう。では行きます。初めての方も真似してくださいね。いきます、せーの。しんまこと一緒、しんまこと一緒、しんまこと一緒、じゃんけんぽーん。はーい、パーでした。パーだった方、しんまこと一緒、一緒な夢を見れるかもしれません。イエーイ。グーだったあなた、グーだったあなたはどうしよう、クマちゃんの夢が見られるかもしれません。そしてチョキだったあなた、チョキだったあなたは、あ、じゃあトトマルちゃん、トトマルちゃんの夢が見られるかもしれませんね。そっちの方が美味しい夢を見られるかもしれないですね。はい、それではここでもう一つお知らせです。しまこにはファンクラブがあります。いつも寄り添う気持ちでやっております。名前はいつもそばにしまこファミリーです。イエイ。キュン。はい、しまこと一番近い距離でつながれるのがこのファンクラブになっております。ぜひあなたのご参加お待ちしておりますね。概要欄から入ってきていただくか、しまこファミリーで検索してください。お待ちしております。では最後に深呼吸をして、ゆっくり今日の疲れをとってお休みしましょう。
それでは参りましょう。人生は祭りだ。わっしょーい。すいすい。ゆっくり深呼吸して、リラックスして、今日一日の疲れを、水に流しましょう。はーい。今日も一日お疲れ様でした。よく頑張りました。ゆっくり休んでくださいね。エンディングはジャポニカ学習帳 CM ソング最上級のありがとうをお届けします。それではまた明日、おやすみなさーい。ありがとうよりもっともっと大きな言葉探してる。語り尽くせない最上級の感謝だから。